すこごれいさ、さ、俺の向こう側で同じことするよ。これ二段構えになったよ、これ。これ、クソ芋、二段構えになったよ、これ、多分。わらわら、ミラバーカ、逆でバーカ。ああ、赤バカだ。これ、いるでしょ、お前。そうだよ、助けてな、俺、ちょっと。ああ、ちょっと着させてあげるか。皆さん、おめでとうございます。で、100万、貯まったんで、いかやく、プロゲーマーの誇りを置いてきた。ちょっと警察呼んどきます。小太郎、そんなところ汚いから、来た。来た、さっき出町でビューグリに取られたものです。アカウント作って受取に、いかやく、ごめん。嘘を言いに来た。なんかサブスクもらえたんですけど絶対許しません。皆さん、わらわら。せっかくサブギフもらえたので見ていきます。わら。おい、お前のスコープ7万するって。かわいいじゃん。おい、マウント1万3000するって。しかも、アオルのエグ、やっぱ帰ります。相手にも多少分時間も現状する自尊機。元気阪神、淡路大震災のもとをした。今日で28年目らしい。いや、してないわ。28なんだ、しかも。阪神淡路大震災か。俺が1歳の時だよね。なんか、お母さん言ってた。俺が人生初のだし巻きを食って、飛んでたらしい。おじいちゃんからもらって。うえーって、なってる時に揺れたらしい。わかんない。俺はそう聞いたけど。わかんない。俺そう聞いた。5時43分だ。あ、じゃあおかん嘘持つ。じゃあおかん嘘持つだ、これ。いや、確かにおかんあの時、俺育ってて、育休してたけど、お兄ちゃんとお姉ちゃんとかいたから、お弁当とかも作ってたろうから、もしかしたらマジで落ちてたもんね。5時で。もしかしたら。で、だし巻きを俺が食ってたっていうのは、お兄ちゃんとお姉ちゃんの弁当を作ってたっていうことを考えると、まあワンチャンあるかもしれないね。だからそうなってくると、だし巻きっていうのがまた余計にリアリティあるな。なんでだし巻き食ってたんだろうと思ったけど、逆にありえるな。ね、母ちゃん本当松だし、母ちゃん朝5時からめちゃくちゃ頑張っていろいろ準備してくれたら、母ちゃん感謝松だ、これ。いや、これはね、単純に回復はした。これ回復忘れました。いや、分かる分かる分かる。俺は帰らない、俺は帰らない。俺はここで、ここで待機する。俺はガチ、ギリギリのガチ陣でも、ここで心臓入れ込むって。おわ、ありがとう。今回のレイドは駆け向こうして弓木生きてたぞ。大福はいつも忘れる。しゅうポイント回転、わら、帰れ、あ、ベストを尽くそう。帰るべきです。エサじゃん。そんなんで帰ったら賭けにならんやん。あ、そんなの。わらわら、声止めるな。これさ、最初に回復しよう。なんで忘れちゃうんだろう、回復。ありがとうございます。不思議だよな。まだ痛い目見てないんだろうな、俺な。ここまで来て。一切ならあげてえよ。死ぬなー。おかんに、完璧である。タスクを進めるならこれぐらいしないといけないですよ、人は。これは今悪いことしてるんですか。これはね、悪いことしなさい。一個も悪いことしない、これ。左がお侍さんの戦い方じゃない。お侍さんの戦い方じゃない。お侍、わらわら。お母さんも泣いてるよ。ね、こうやってもう。7年前から外支配してたから大丈夫大丈夫。わらわら、落ちむしゃってる。早く来ねえかなー、でぎ、おっせえなー。え、待って、歌ってんの？ご飯食べた？決めてる。歌ってないか。貴様に山下魂、元気の叫びと共にリスナーの耳は吹き飛ぶ。いや、大丈夫だってバレてるわけねえだろ、お前、この野郎、お前。絶対行くから。完全に気づいてません。もうどう考えても気づいてません。隠れたまま、次の授業時間に遅れる小学生。グレード投げろ、ジャムレ、やったれ。これめちゃめちゃ、とてもスカブなんだよね。根元気です。ケンチさんの配信見るためだけに。はい、これスカブだ。これさ、俺の向こう側で同じことするよ。これ二段構えになったよ、これ。これクソイモ二段構えになったよ、これ多分。わらわら、ミラー。バーカ、逆でバーカ。はい、PMC! はい、ゴミだよ。はい、PMC、ありがとうございます。ありがとうございます。あー、赤パカだ！赤パカだ、これ！これ、いるでしょ、お前。タスク、これ、これ必要だよ、タスクでな、俺、ちょっと。ちょっと着させてあげるか。皆さん、おめでとうございます。で、100万、貯まったんで、いかやく、た。クソクソ、わらわら。プロゲーマーの誇りを置いてきた。チャンネル登録者数になっちゃった。わらわら。へいへいへい。おかしいな。社会生活。わらわら。初見です、人だよ。彼はラスト侍です。お帰れ。わらわら。わらわら。ラスト侍、ちょっと良さそうなアイス食うな。
アイスはガツンとみかん。これ何だよ、バーじゃない。これたったチャームシ、チャームシ。これチャームシです。いや、俺筋トレしてるよ。昨日、久しぶりの筋トレで2日連続やったおかげで、マジ、痛すぎて眠れなくて筋肉痛が。あの、ロキソニン飲んだよ。29歳でね、運動不足のやつが急に筋トレしたらね、やばかったです。わらわら、病気だ。なんやねん、わらわら。ナイス、怖い。女殴ってる。結局アイス食ってんじゃねえか。競馬場で負けたおっさん。ドブすんな。アイス食ってね。まだイメージアイスあるやんけ。それ茶碗に入ってないからただの虫だよ。そんなやつはあれもプラスチックケースだ。茶碗じゃねえよ、プラスチックケースは。やべえ、早めか。待って。じゃあ何に入ってるの、わらわら。っていうか寒くないの、食い終わんのさ。結局食わえた、わら。もうだわ、パパ。茶碗虫に刺さってんのか、わらわら。もうだわ、顔どうした、わらわら。両者ピカピカ瓶には見せられない、欲しい、加えるな、わらわら、汚い、わら。茶碗蒸し暗記になりました、もう負けれない。八王朝歯磨きすぎて四角はよいもれ、くさ、プムク1キルだからな。今回は歯磨きしない引きこもりが大半なので、ピカピカ瓶にはなりません。きっも、あ、歯磨きすぎるとエナメル質がうんたら、ハイドするならかけなんて無効にしてほしい。いつも、のパパちゃんだよ。マジや、これはゲーム実況ではありません。犬に支配された人の配信。コタそのままヘイト買っといて。あ、コタちゃんかわいい。ケンちゃんなんか来たぞ。うわぁ、パチさんがどう引け、コタ、噛み砕く。今だいけ、犬猫チャンネルまだ、これか企画。スナイプ、リスナーだろー。お、使いね。相手負傷してるな。おい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 、大丈夫かお前、そんな装備で行って。行け、散々してる。あ、まだシュレリンガー。あ、相手回復してくれ、大問題だ。顔エグ、そんな装備で大丈夫か。わら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 、待っときゃよかった、最後まで。なんでいかなかったんだ、手前かと思ったのに俺。いや、ダメだ、マガジン弱えわ、あれ銃弱え、あれ、あの銃のせいで負けたわ。おいおいおい、真っ白で何も見えねえんじゃないか俺のこと。お前バカ野郎、この野郎、お前、俺、お前も見えてねえな。お前、俺の姿が見えてねえよな。猫の、いやー、信じてた、タバイになった、おいおいおい、信じてよかった、芋がないって。感謝感謝。え、死んだら無効でしょ。自分視点も見えづらいじゃん。あ、草。あ、草。ありがとうございます。マジ運ゲーだろ今の。あざ。下手ってるわ。感謝感謝。もうヘタ当たっちゃったらもうどうしようもないもんな。次だろ。あ、あんなもんどうしようもないもんな。草。薩摩人だ、また。わらんから楽しめんわ。わらわら。ダブル。なんか。あー、負けてー。クソほど叫ぶのが、あーダメだー、サブスクもう、あらー、こう助け、頑張って、あばんねー、賭けには勝ったけど複雑、こんなショットガン使わせるタスクの何がおもろいねー。これタスク終わりません。このゲームいろんな銃使えんのがおもろいゲームちゃうんかい。なんでいろんな銃使えんのがおもろいゲームで一緒の銃しか使わせてくれへんねん、おもんねー。ここは追わなくてみだな、キモい、外したー、そこか。これサイレントキャリバーぐらいからね、今シーズンもういいかなって思い出しちゃうんだよな、このゲーム。どうせカッパまでやんないでしょ。そうなんだよな、だからこれさ、どうせどっかでやめんだよな。もう試みないか。結局いつをやめる、いつやめるかって話なんだよな。でね、タスクをね、無視していいやって思っちゃうと、その瞬間にこのゲームをやる意味がなくなるんだよね。何のためにやってんだろうってなっちゃうんだよな。タスク進めるとレベル上がるの。タスク進めるとまあレベルも上がるけど、けどなんかね、別にじゃあ何のためにタスクをしてんのかって言われると、あんまよくわかんないんだよ、自分でも。なんか何のためにやってんだろうって。別になんかね、何のためにやってんだろうって言われたらそんなないんだよね。さらにめんどくさいタスクがあるんですよ。不当で5キルっていう。これ何がだりかっていうと、まあ、マップに不当っていうところがあるんですけど、ここってほぼほぼ用事ないんですよ、正直。
なんか俺もこのゲーム始めてから不当に行ったのって2回ぐらいなんですよ。そこで PMC5 体倒さないといけないんですよ。でこれどうなるかっていうと、ショアラインっていうバカでかいマップなんだけど、そこで頑張って走って向かって、でそこで敵が来るのを待つ。まずでかつそこで敵を倒す。これを5回する。これがマジでうまくて、これこの不当を切るのタスクだけで、リアルに5日間かかったね、前回確か。でずっとその間ずっと布団の中でずっとこうやって待機してるわけ。ずーっとこうやって待ってんの。やっとできた。だと。しかも最後の最後ももうなんか、別に俺がお願いしたわけじゃないけど、なんかもうかわいそすぎて、多分おそらくゴースティングで来たんだろうなみたいな、おそらくスナイプで来たんだろうなみたいなやつにが突っ込んできて、それでやっと終わったんだよね俺ね。ぐらい。12キルじゃないの。マジでやばかったあれ。12キルだっけ。12か。いやっていうタスクが一応残ってて、これが本当に嫌なんだよな。一番人気のないタスクかもしれないね、もうだから多分タルコフ界で。いやだからね、カッパ目指してないんだけど、だからタルコフってカッパを目指すのをやめた瞬間に飽きんだよね。目指してはないんだけど、わかるこれ感じ。なんかわかる、ランク別に最高ランク目指してないけど、最高ランク目指さなくなったら飽きるみたいな。目標ないとタルコフ面白くない。そうなんですよ。パチパチパチ。あ、おー。待って、それ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 は待ってくれよ。なんでお前なんだよ。なんでだ。なんでお前なんだよ。わらわら、わらわら、わらわら、うわー。わらわら、わらわら、わらわら、わらわら。大量のスラブで草。この場所めっちゃ臭そう。はいじゃないか。スカブ狩り、わら。大卒、みなそう思ってます。客の来ないラーメン屋店主、客の来ないラーメン屋店主、こういうスタイルでやってきてるんですよ。マウスから手を離しててくさ。ネームレイ、ネームレイ、まだまだ来ないよ。ほらーい、ねえ、薄い醤油ラーメン出してそう。ちょっと警察呼んどきます。小太郎そんなところ汚いから来なかった。不眠症の人たちへの安眠配信来た。あ、おっかっけー。せめてデビた声で笑え。ピルグリムでウキウキ帰宅しようとしてるのに、わらわら。全部あさられてるだろ。間違ってエス買いました。ふぅー、こいつ動くぞ。ラリアット、こういう時のケーキさん好きだわ、わら。ゲームオンかと思った。どうだどうだ、アイムスカブ。バカがレッドキー。くれアイムスカブ。この画質穴掘られ、さっきで街でピルグリム掘られたものです。アカウント作って受損に、イカヤコ、これ。わらわら、わらわら、あ、そう言いました。なんかサブスクもらえたんですけど絶対許しません。皆さん、わらわら、ジソニキにサブスク送られてて笑う。わらわら、マークでキー呪われてそう。せっかくサブギフもらえたので見ていきます。わら、知りたいと思います。ブーメラン、見に来て、見ていくのくさ。見てきてくれるらしい。おい、お前のスコープ7万するって。かわいいじゃん。おい、マウント1万3000するって。しかも、アオルのエグ、やっぱ帰ります。アイテムの可処分時間も減少するジソニキ。元気は悪い人、今日満員電車でお尻もみもみされた。うそ、帰る時に手待ちしようぜ。てだ、満員電車の地下マジ怖いらしいからな。俺も助走してる時よく触られる。お前やべえことしてんな。やべえやつもいたわ。助走して電車乗り込んでるやつもいるのか。まあ普通にどう考えても女性専用車両必要だよな。俺に耳元で可愛いねって囁かれたこと。なんでやろうのそれはお前どちらかというとそのあれだろ、ちょっとまだ違う人たちだそれ。お前多様性の人だろそれ。お前被害妄想ひどいわ。今指でも両手で釣り革持つぜ。まあけど男は両手で釣り革持つはもう安定だよな。電車で両手で釣り革持つのあれ痴漢しないアピール当たり前だろお前。両手釣り革持ったら股間持つ。いやだからさ、その冤罪も発生するからこの問題はマジでね、闇が深いね。両方の悪いことするやつのせいでマジでみんなの権利を失われるっていうクソみたいな状況が発生してる。両手釣り革でこのカバンを首でかけるためのカバンにしてさ、こうなってここチンコにこのカバンがこう出るような感じにして、これでいこう。これだと絶対大丈夫。これならいける。もうここまで配慮してていかれたらもう無理だもん。いやもうケツはもうケツに関してはさ、正直もう上場したくれたんじゃあるだろ。だって分かんねえよ、ケツで女の子触っても何も分かんないよ。いやてか俺はこれ一番最強の解決法してて、これ何かっていうと、もうそもそも通勤をなくすで
ことなんですよ。各会社全員あのステイホームであの家で仕事させたらね、これ全部解決するんですよ。全会社完全フレックス制にして、出勤時間を全部バラバラにするっていうね。そう、まあできない業種もあるのは分かる。全会社定時8時やめよう。あれもうそれじゃない、まだ、あ、もう性別で分けるしかない。性別で分けてもね、最近は多様性ってのがあるからややこしいし、よく分かんない。もう発生せよ、いらねえだろ。何のためなんだよ、お前。正直女性専用車両2両にしてほしい。まあ確かにね、足りてないから2両にすりゃいいよな。あの箱自体もう一個増やすの無理だから、やっぱ。ポンって。まあホームが足りないか。ホームの長さが。ホームに合わんか。2階建てはちょっと待って。2階建てってホームの構造無理だよね。2階は。もうね、企業はね、可能な限りテレワークにするのをやった方がいいよ、マジで。おい、痴漢の罪を重くして、お前、痴漢の冤罪で死刑になったらどうするよ。まだテレワークがね、通用しない会社があるってのもわかるんだけどな。それも別に正直なんとかなると思うんだよな。まあその例外はあれの。現場仕事とか以外は。オフィス系の仕事はマジなんとかなるだろ、あれな。まあ、だとな、情報漏洩とかあるからな。テレワークでサボってる奴らを一斉に解雇すればいいんだよ。テレワークさ、サボらせないようにするのの一番いい方法を持ってて、画面共有させて、それを監視する監視員を雇うのがいいんじゃないかっていう。それやった会社がプライバシーの侵害で敗訴したよ。それやった会社がプライバシーの侵害で敗訴した。ま、画面共有ダメなの？ああ、なるほどね。キーボードクリックか。サボりを防止したら君のリスナー本当に無職だけになる。確かに俺の視聴者めっちゃ減りそうだな。仕事してないだけだよ。てか何かしらできそうだよな。システムで。また休憩させてあるよ。マジすまん。マジすまん。マジすまん。あざっす。いやー、ほんと申し訳ない。いや、ほんとにごめん。なんでこんなに来るの？なんでこんなに来るかっていうと、ここがこいつらの出口なの。やばい、なくなった。オーケー、タスク完了したぜ。皆さん、これが、バチと言います。はい。